はい、どうも皆さん、こんにちは。緑茶でございます。今日はですね、新しいスマホを買いましたよという報告をしたいと思います。じゃーん。こちらでございます。Google Pixel 6A でございます。はい。ということで、早速ね、レビューしていきたいと思うんですけども、一応ね、Google のオンラインストアで直売でね、買いました。こちらは SIM フリーでございます。SIM フリーね。で、こちらをね、予約して購入すると、こちらのね、イヤホン。これね、1万円ちょいするやつなんですけど、これがね、なんと無料でついてくるというね、お得なキャンペーンやってましたので、購入いたしました。はい。ということでね、早速ね、開けていきたいと思います。はい、それじゃあね、早速開けていきましょう。これね、なんかこのね、ペライビニ袋にペロッと入ってたんだけどね。で、特にね、なんかシールとか貼ってあるわけでもなく、そのまま開きそうなんで、開けていきますね。よし。はい。カラーはね、チャコールを選びました。で、これは本体ですね。本体ね。あ、なんか、これ、あれだね、指紋認証のやつだね。はい。そしてですね。これは本体で、で、これケーブルですね。これ、USB の C ですね。CC 同士のケーブルと、これは A から C に変換するやつですね。A から C に変換するケーブルがついてますね。そうね。で、これなんだろう。なんか SIM のやつかな。まあ、これはちょっとね、もうあと何もついてないです。これで。だけですね。ああ、なんか説明書か。Google って書いてあるやつと、なんか、保証書的なやつですね。すいません、ね、寝起きなんでね。サポートのご案内。電源ボタン5秒押します。フェリカセンサー1。それだけ。それだけ。説明書が単純明快というかね、説明になってないんだけど、まあサポートのご案内ということでね、ヘルプとスマートフォンの移行手順とセキュリティ情報ということを書いてありますね。これだけです。電源の場所と、エリカのセンサーの位置。これだけでございます。説明が、ね、非常にシンプル。あとはググれということですね、多分だからね。はい。は、ググんなくても、わかるよっていうことなんでしょうね。まあ、あと、これは、あれですね。ピンね。この、SIM のね。SIM のやつ、出しです。最後ね。ピンですね。はい。じゃあね、早速。こちらね、この出っ張りがね、ちょっと嫌なんだよね。正直言ってね。このカメラの部分の。ペリペリペリ。来た。スイッチオンっていうの忘れた。グダグダ。しばらく時間変わるやつじゃない。ちょっと下に置いとくか。
傷にならないように。Welcome to your pixel ということで、いきなり英語で来たね。これはランゲージを選ぶのかな、国をね。ジャパン、もしくは日本って言ったら、あ、日本語あった。ピクセルようこそ。アシストオプション。じゃ始めるよ。モバイルネットワークに接続。まあ、これはスキップしましょう。Wi-Fi ね。これ今やんないとダメか。ということで、設定はね、ここからちょっと細かくやってきますんで、設定やり終わったら、またね、中身見ていきたいと思いますので、性能ね、見ていきたいと思います。じゃあ、今からちょっと設定だけちゃちゃっとやってしまいますね。はい、ということで、セットアップ終わりましたんで、見ていきたいと思います。一応、前の Android のスマホからデータも移してあります。ケーブル1本でね、移せましたので、付属してるケーブルでね、できました。じゃあね、早速こちらも見ていきたいと思いますけども、一応保護シール、保護のね、ガラスの、シールと、あと、ケースね。ね、ケース、柔らかいやつ、ソフトタイプのやつ貼ってあります。はい、でですね。はい、じゃあね、早速見ていきたいと思いますけども、こちらのね、電源ボタン、ね、右上の方にあります。こちらの方のですね、まあ、待機画面が出てくるんですけども、で、ここにね、指紋認証の画面があります。そこ消えたね。これがね、ちょっとね、癖があるんですよ。なかなかね、認識してくれないっていう。特にこのガラスのね、フィルム、ガラスフィルム貼ったので、なんかね、反応悪いんですよ。そこがちょっと不満点。うん。なんですけども、その他はね、非常にいいです。特に問題なくね、使えるという感じですね。スッとね、できます。で、まあ、スペックとかね、そのあたりは、詳しくやりません。他の詳しいガジェット紹介されてる方のね、YouTube を見ていただければと思うんですけども、自分がね、まあ、重要視してるのは、どっちかっていうとカメラ性能なんですね。ということで、早速撮ってきましたので、見ていただければなと思います。はい、早速なんですが、写真撮ってきました。こちらですね、非常に綺麗。青い色がはっきり出てますね。で、まあ写真の方はね、まあ綺麗だというのは、もうこれはもう最初から分かってたし、実際綺麗だっていうのもね、分かりましたので、じゃあ動画どうなんだということで、ちょっと動画の方で見てみたいと思います。動画はね、こちら、なります。はい、どうですか、この。これね、標準の手ブレ補正で撮ってます。で、スタビライザーとか一切つけずに、手持ちで歩いてますけども、多分ね、こう広い空間で歩くと、ちょっとね、この歩いた時の、振動を拾ってしまう感じはありますけども、まあ、これは持ち方で、いろいろとね、もっと改善できるんじゃないかなと思いますけども、まあ、普段撮り、普通に撮るんであれば、もう十分すぎるスペックじゃないかなと思います。ね、まあ、止まったり、歩いたり。
してますけども、でオートフォーカスもいいですし、あと何でしょうね、この明るさをね自動的に認知してベストな色合いにしてくれるとね、いうそのあたりの調整、このあたりも非常に優秀ですね。うん、逆光でも綺麗だし順光でも綺麗だしという部分で非常に安定した、そして優秀な微動性能という感じはしますね。うん、どうですか。まあ多少ね、青空の部分とかちらつく部分はありますけども、まあいいんじゃないかなと。手ブレ補正の強いやつで撮ったらどうなのかっていうのを見ていきたいと思います。こちらですね、はい、あのねカクつくんですよ。ね、めっちゃ今カクついたでしょ。だからこれね、まあスポーツとかを撮る際にいいっていうふうに書いてあったんですけども、自分が動く分にはダメですね。だから被写体が動いてるやつを撮るにはいいのかもしれないんですけども、ちょっとね手持ちで歩きながら撮るという場合はこの手ブレ補正の強いやつ、これは使わない方がいいかなという気はしますね。特にパンとか弱い気はしますね。でなんとなく不自然なカクカク感がありますので、これはねまあ、あんまり使いどころないんじゃないかなと思います。標準の手ブレ補正でいいと思います。それでね、次がスタビライザーに乗っけて再生したやつですね。三軸のスタビライザーになっています。まあもともとね手ブレ補正、まあこれは標準の手ブレ補正乗っけてますけども、まあ標準の手ブレ補正が非常に優秀なので、まあスタビライザー乗っけてもあんまり大差はないように思いますけども、まあただスタビライザーに乗っけてる分歩く時の振動、それが拾いにくいかなっていう気はしますけどね。スタビライザーだと手持ちよりもスムーズな動画が撮れるということなので、まあこれは本当何でしょう、その滑らかさにこだわりたいという方であればスタビライザーありの方がいいのかなと思いますけども、普段使いであれば手持ちで十分だと思います。でね、あとポートレートのね写真撮ってきたんですよ。で、まあ、自分のね写真撮るのあんまり好きじゃないんですけども被写体がないんでね撮ったんですけども、どうですかね、かなりね背景ボケるんですよ。ちょっとボケすぎて気持ち悪いくらいなんで、このボケ具合調整できねえかなと思うんですけども、見た感じ調整の項目なかったんですよね。探し方悪いだけかもしれないですけどね。で、ま、この辺になるとねもう不自然でしかないレベルなんですよね、背景のボケ方が。もう合成したでしょっていうね、そんなレベルになっちゃうので、もうちょっと自然な形のボケ具合欲しいなっていう気はするんですけどね。
だからまあ普通に撮る分にはね、全く問題ないんですよ。非常にね、綺麗に撮れるんですけども、このボケをね、出そうとすると、ポートレートでね、出そうとすると、って感じになっちゃうんですよね。まあ、これがまあ、自然かどうかって言われたら俺は不自然に見えるんですけども、まあ、ボケをね、めちゃめちゃ表現したいという方であれば、非常に面白いんじゃないかなと。まあ、ボケ見を楽しみたいという方はね、ぜひこのポートレート機能を使って、写真を撮ってみるのもいいんじゃないかなと思います。で、これはインカメラで撮ってますけども、アウトカメラでもね、ちゃんとしっかりボケますので、そのあたりもね、楽しんでいただければなと思います。このカメラに関して、ちょっとね、一つだけね、不満があるんです。標準1倍なんですよね。で、2倍もいけます。で、10.6 って書いてあるのは、これは超広角になるんですね。超広角にしたときに、ピントがね、合わないんですよ。まあ、どういうことかって言いますと、まあ、今1倍ね。1倍にしてあります。今ね、ここにあの、ヨーグルトの蓋を置いたんですけども、これ1倍なんですよ。で、これでね、ちょっとわかりにくいんですけども、ここにすればいいかな。この丸い点出ましたよね。こういう風に、ピントをね、合わせて固定することが可能なんですよ。なので、カメラをね、動かしたとしても、常にここにピントが合うと、丸の部分ね。押せば、そこに、ね、ロックできます。で、これやんなくても、自動で基本的にはピント合わせてくれます。ただ、このね、0.6 倍にしたとき、これね、ピントを合わせてくんないんですよ。これは仕様なのか、それともぶっ壊れてるのかわかんないですけども、見てわかります？ピント合ってない。まあ、わかりやすくね。今ちょっと写真撮ってみますけども、これくらいぼやけるんですよ。で、1倍の方は、で今ピント合いましたよね、自動的にね。まあ、接写にしなくても、しても、結局ね、ピント合わないんですよ。超広角にすると。まあ、今、一生懸命調べてるところなんですけども、なんか話によるとこれ仕様だっていうね、ピクセル6で調べたんですけども、でも仕様らしいっていうね。だとしたらちょっと残念な。要するに接写には向かないということですね。まあ接写するんだったら1倍でいいだろうっていうことなんでしょうけどね。ただね、オートフォーカスがね、全然効いてないっていうのは、ちょっとね、写真にこだわりたい人にとってはきついかなという部分はありますよね。まあ、仕様なのか、ぶっ壊れてるのか分かんないですけどね。まあ、仕様だとしたらちょっと残念な面かなとは思ってますけどね。はい。ということで、Google Pixel 6A、ね、新しく発売されたばっかりの機種を、ちょっと、まあ、自分なりのレビューって言いますかね。まあ、カメラメインで紹介させていただきましたけども、一応 SIM の方ですけども、楽天モバイルと、あと LINE モバイル。で、一応今、LINE モバイルの方の SIM が入っています。LINE モバイルの SIM なんですけども、まあ、これね、認識させるまでちょっと大変でした。ただ、SIM を突っ込んだだけだと電話しかできません。データ通信できないんですね。で、データ通信するために、まあ、いろいろと設定をいじったりとかしました。
で今は普通に電話もデータ通信もできるという状況になっています。で試しに楽天モバイルの方も挿してみました。で楽天モバイルの方も電話もそしてデータ通信も普通にできます。まあさすがそこはSIMフリーというところだと思うんですけども、ですのでそのSIMが大体使えるんじゃないかなと思っていただいていいかなと思いますけどもね、いうことになりますので、そこはね、ご自分で皆さん調べてから導入していただければなと思います。はい、ということで今日はね、こちらの Google Pixel 6a のご紹介をさせていただきましたけども、一応ね、こちらの無料でついてきたイヤホン期待したんですけども、音質ちょっと今一つだった気がしますね。そこちょっと残念だなと思ったんですけども、ペアリングは一瞬でした。何もしなくても勝手につながりました。そこはねさすがだなと思いましたけども、箱から出してパカッて開けた瞬間にね、もうね勝手にペアリングしました。すげえと思いましたねそこはねさすがしっかり作られてるなっていうところしますけども、ただ残念ながら音質の方は期待したほどではなかったっていうのがありますのでね、普段使いする分には十分かなと思います、はい、めったにやらないレビュー動画こんな形で終了したいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。今もね実は寝起きなんですよ。あの2日間にわたって撮影してるんで寝起きなんで、あのひどい顔なんでね、顔映さずに終わりたいと思います。はい、ということで今回の動画はここまでになります。またね次の動画でお会いしたいと思いますので、ね、次の動画も広告したいという形で楽しみにしていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。メインで使っていきます。